すっごい変なことに巻き込まれました。はい、というわけで全く身に覚えないんですけど、はい、これですね、ちょっと緊急で動画撮ってないんですけど、まず、はい、なんかすっごい変なことに巻き込まれました。で、もうま全く身に覚えがなくて、ちょっと困ってまして、っていうのも、ちょっとね、まあ、知ってる人はいるかもしれないんですけど、最近ですね、まあ、インスタグラムで、なんか僕のアカウントとの、そのファンの人とのやりとりみたいな、メッセージ、DM のやりとりみたいなのが、一部ちょっと流出というかこう、さらされまして、なんか、タレコミがいったみたいな感じで、ちょっとこう、大きくなってしまいまして、で、まあ、ちょっとその件について、まあ、弁明じゃないけど、こう、喋っとかなあかんなっていう、はい。いやでもね、これ身に覚えないんですよね。まあその例のやつ見ましょうか。ね。これ。まあ、何件かあったんですけども、流出しました。これ、ね。相手、だから送ってるのが僕なんですよ。で、その人、まあ、被害者の方の側のアカウントの DM のやり取りのスクショね。だから、こんなの来ました。これ、はい。粗品Q。ビジネスチャット。これもう認証マークもついてるし、紛れもなく僕のアカウントなんですけども。3月24日1時51分。ソシアさんこんにちは。ファンの私からのただくらい相談です。今通信の高2で中学時代は不登校でした。軽い自閉スペクトラム症のせいか馴染めず不登校になってしまいました。その頃からうつ状態になって現在うつ病と戦ってます。毎日起死燃料が襲ってきます。自殺未遂もしました。正直未来が見えません。私は生きていていいのでしょうか。めんどくさい DM 失礼しました。ソシアさんの YouTube ラジオ、テレビラジオに日々救われています。本当に本当にありがとうございます。ね。まあ、こういうメッセージが、まあ、ファンの人が粗品に送ったっていう画面なんですよ。で、この後に僕がなんか返事してるみたいなんですけど、これ全く見覚えないんですよね。はい。二度と自殺未遂をするな。生きてていいから。死ぬなよ。全く覚えてないな。全く身に覚えがないんですよね。なんかすんごい変なことに巻き込まれてます。はい。これ、どうしようかな。ありがとうございます。そのことだけ救われます。いや。いや、勘弁してくれよ。粗品やで。そんな、ええこと言うわけないやん。こんなクソガキ、悪道、ね。うえーっていろんな人や物にうえーって噛みついて、あいつもんねえねえ、あいつキモいねえ、嫌いやわ、あいつ。とか言ってる俺が、3月に、今年の。ありえますか、こんな。いや、身に覚えないんでしょ。困ってますね、これ。僕じゃないんで、はい。これが流出してしまった。あともう一個はですね、これも流出してますね。はい。2021年11月12日。だからもう、3年前の出すなしやわ。これ、もう今言われても、それ覚えてないやん、3年前なんか。はい。粗品さん、親父透析&ガンで自分関東&借金まみれのほにゃららです。DM とか送るの正直痛いなと思ってたんで控えてましたが、今日スパチャの内容重すぎて申し訳なかったのと、カスコメの皆さんが優しく泣けました。本当にありがとうございます。親父とは超絶仲悪いですが、また親父死んだら報告しますね。まあこれね、もう、3年前に、とある太客からスーパーチャット始めてきた時に、まあこういう、自分はこういう人間ですと。親父が透析していて、で、癌も患ってて、で、自分が関東方形で、自分は借金まみれです。ほぼ粗品さんと境遇一緒ですね。でも、粗品さんと言うと違うのは僕は親父と超絶仲悪いです。だから、まあ言うたら、俺より一個要素としては救いがないっていう。俺は親父と仲良かったから。っていう話をスパチャで聞いて、ああ、そうか、みたいな。その配信中も多分ね、なんか、ああ、いやいや大変やな、とか言って結構親身になってたと。俺はかなり感情移入をしてたんでしょうね。で、僕が返事しますね、これ。ほにゃらら、辛いことあったらいつでも DM してきてください。身に覚えないね。いや、ちょっと困るな。身に覚えがなさすぎて。俺、ここで言わんやろ。忙しいな。なんでいつでも DM して来てもらわなあかんね、太客に。ダメですよ、それ。ね。で、その2ヶ月、まあ、そっからちょっとわーっと、なんかいろいろ、こんな話、お金の使い方とか話してて、でその2年後ですね。はい。2年後に、2023年2月6日、お久しぶりです。ほにゃららです。
配信切り抜きに名前出していただいてありがとうございます。透析しててがんになってた親父がついに12月に亡くなりました。59歳でした。離婚して母親もいなくて兄弟もいないし、自分も結婚してないんで、ついに親父死んで家族0人になってしまい、この2ヶ月孤独でしたが、粗品さん家族だと言ってくれたのを思い出しました。寂しいですが頑張っていきます。家族やかな。待ってくれよ、おい。なあ、身に覚えないなあ。全く覚えてない。だから僕じゃないんですよね、正直。で、その、まあまあもう、ねえ、スパチャで、そう、なんか言ってくれて、まあ、ファンの人は、いや、もう家族やと思ってくれよ、みたいな、励まし方ようしてたんですけど、家族やかな。いやいやいや、何を言っとるんだ、これは。で、まあ、これすごいんですけど、おう、ほな、おいで、って言って、なんか、吉本のライブの URL と、当日受付で、招待の、ほにゃららですって言ったら、無料で入れるよ。笑って元気出してくれ。ありがとうございます。嬉しすぎます。やっと粗品さんに会えると思うと楽しみにしてます。ね。殿下に招待してるやん、これ。お、身に覚えないね。身に覚えないけど、ちょっと殿下に招待してる、これ。もう男性のオフと逆なんですけどね。俺と境遇が一緒で、まあ家族やっていうぐらいやから。このタイミング、その、二人招待してたわ。このオフと逆ともう一人。もう一人は自分が、余命宣告されたっていう太客がいて、そいつのことも招待して、で、こいつのことも招待して、同じ日や、有楽町の日や、覚えてないけど。で、その後、公演の最初と最後、大きい拍手が鳴る。その拍手は峡谷に集まってる人が、君への応援で拍手してると思ってくれ。言わん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 。もう、そしないで。身に覚えないね。すんごい変なことに巻き込まれてます。いや、そんな素敵なこと言うか？いや、拍手の音圧がすごくて、みたいな話はたまにするんですけど、そんなエールの送り方ある？いや、元気出すよ、みたいな、やらんねん。っていうのがね、まあ、出てきて、で、僕思ったんですよ。これ、どういうことやねんって、ちょっと会社とも相談したんですけど、まあ、すいません、不用意な発言で、混乱させてしまうと良くないと思って、はい。なかなかね、発言できず、ご心配をお探しして申し訳ありません、本当に。はい。これ僕が作った DM じゃないんですよね。ずっと言ってる通り。この俺が今2件、2人の人間に当てたやつ。これ俺の DM じゃないっすね。ただ僕のセキュリティ管理が甘くて、不正ログインされた形跡がありました。なんで、ごめんなさい、これ僕気づいてないだけで、ちょっとたくさんの方にご迷惑をおかけしてるなっていう。で、そう、不正ログインされて乗っ取られてないやん、俺アカウント。だから俺知らんねん。そう、巧妙やねん、これ手口が。わざわざ俺になりきって、ね。なんかファンとこう接触するっていう。俺悪質でしょ、これ。まあ、その、で、今から何するかというと、その、ちょっと名乗り出ないでいてくれてるだけでね、その同じような DM 届いてる方もいると思うんで、それちょっと、もう自首します、僕自分で。名乗り出て、もらってない人たちの分まで僕が、だから今からのスクショは僕目線のやつで、俺こんな送ってたんや、乗っ取られてって。俺覚えてないんだけど、形跡残ってたから DM 一覧に、それちょっと見ていこうかなっていう。ただ皆さん、不確定なまま執拗に煽る行為はお控えいただきたいです。お願いします、本当に。はいね。で、もうボンボン出てきて、俺全く覚えてないね、ほんまに。これで、今、なんかもうほんま時期もな、さっきので言ったら、今年の3月のやつやろ？で、1個前の不特客は2021年、2023年でしょ？ね。最新のやつ、今年の6月29日。ね。粗品さん、はじめまして。先日母が末期癌で余命1ヶ月を宣告を受けました。私の父親も私が10歳も行ってないぐらいの年、事故で他界してしまっています。兄弟もね、私はいとこ家に移るのですが、いとこ家とも、いとこであってるかな、これ読み方。お世辞でも仲がいいとは言えなくて本当に嫌です。今も涙で文字がかすんでうまく打てません。正直朝来るの怖いです。支えが粗品さんしかいないので、これからの活動頑張ってください。14歳ながらに応援してます。年賀に行くのを目標として人生頑張ります。粗品さん、ありがとうございます。救われてます。学校でも居場所がなくて、ずっとイヤホンで粗品さんの動画を流しています。学校でも家でももう消えちゃっても変わらないぐらいです。忙しいのはすいません。14歳のたわごとだと思ってくださいね。まあ、こういうのが来てると、もう今年の夏ですよ。俺、長い間不正ログインされてんねんなーっていう。今年の夏まで気づかんかった、これ。大丈夫や。絶対大丈夫。俺がおる。言うかー！
言うかー、おい不正ログイン、まあ、すんごい変なことまくるんです。ありがとうございます。涙が今日は思い切り泣きます。頑張っていきます、頑張ります。でこの子から1ヶ月後ぐらいまた来たのよ、7月20日やん。もう2週前やで、2週前もこんなことやってんの、乗っ取り犯。深夜に DM 失礼します。まだ息はあるみたいなんですが、お母さんが昨日から目を覚まさなくなっちゃいました。怖くて眠れません。まだ14歳でお母さんの病院に泊まれないって言われちゃって、部屋で一人はるばらばれ聞いて泣いてます。現実のことを考えずに見てられる霜降りチューブとソシアさんのチャンネルが大好きです。ソシアさんがいるだけで私はたくさん救われてます。編集風で先立つしてください。なら大丈夫です、いい夢見てください。ね、いや大丈夫やと。ね、部屋ではるばらばれ聞いたり YouTube 見たりできるんやったら、もし今日と明日部屋で一人不安の闇に巻きそうになったら、8チャンネルつけて27時間テレビ出てるから。7月20日の昼ね、27時間テレビの土曜日のお昼ですよ。リハしてるわーなあ。こんな DM ファンの人のチッポチポチ返せる時間あるわけないやろ。乗っ取り犯、全く身に覚えありません。はい、いやそんな、しかこんな格好つけたこと言うか。しかもやるお笑い悪いっていう、言うわんよそんな。ほんならオンエア中かな、工場委員会ぐらいですかね、これ。ピンクレオタードの下振り、久しぶりに話すから笑いました。お笑いってすごいです。芸人さんってすごいです。いつかまた不安な夢に巻きそうになったら、ここに吐き出させてください。27時間に応援してます。毎日お疲れ様です。不正ログイン。身に覚えない？こんな1週間、2週間前のことやの、身に覚えないねんから。知らんよ、これ。11月13日、死にたいです。大学でもろくに勉強もせず、バイトもしないで、親のすねかじって夢もなく、毎日を消費するように生きてます。何でも話せる友達なんていないし、人間関係は無理をすることが多くて生きづらいです。自動車合宿の予約も前もって取れないような無能です。生きている価値がないです。存在こと消えたいです。死ぬな。6月11日、やむにすいません。頑張れと言ってくれませんか。きつい時、そちらさんの配信を見て元気もらってます。かかりは全くない一般人のお母さんしています。病気で体が負けそうで、もう限界があると限界を何度も倒れながら思うことがあったので、今回ばかり無理そうで。小さい子供2人いて、終わりかもしれん。動けないからが怖いです。ただ配信見て私も元気もらえるのか、もらえたら何か変わるのか、こちらの都合ばかりすみません。大丈夫や、頑張れ。まあ全く覚えてないし、その量多いな結構。そのなんかがっつり自分の身の上話をしてもらって、まあそれが何やろな、まあいろんな要素あるわ、ほんまなんやろなとかさ、まあほんまじゃなくても別にええねんけど、その結構感情にグッとしてしまうなみたいな人にはこっちも長めに、どうしたんやみたいな感じで行く時もあれば、まあこういうなんか、でもそういうなんか、なんやろな、生配信で僕が、そういう起死燃料ある人を励ましたみたいな切り抜きが回った時に結構増えたんですよね、こう、死にたいと思ってますみたいな。それに、わーって増えて、ちょっと、俺も忙しくてあんま親身になられへんなって時はもう一言だけ死なないでくれっていう意味で死ぬなって送ってるみたいな、不正ログインってこと？困るよ。いやこれだから忙しくて俺から帰って、俺が見れてへんっていうのもあんねん、やっぱ芸能人うわーって来るから、1時間に10分に、5分に1通ぐらい来るから DM って。だから見落としてたら申し訳ないから、俺から返事こんくてもその起きちこむのかな、やこれ不正ログインやねんからっていうのも言いつつね、2019年8月これ古いで、 M1 優勝者が2018年12月ですからね。はじめまして、ほにゃらと申します。突然で申し訳ないんですが、ソシアさん死にたいと思ったことありますか？大切な人からも見放され、警察も何も動いてくれず、仕事も辞めることになり、他人から心配されることすら嫌だと思ってしまい、一人で考えることはもっぱら楽な死に方で、生きているのが辛くて辛くてたまりません。けど死ぬ勇気もない。知恵をいただけないでしょうか？よろしくお願いします。はじめまして、ソシアです。死ぬな。何をしてる時が一番楽しいですか？ほんまにね、たまらんわ、こんな流出して。あ、これは流出じゃん。俺が自首してんのか。もうでも、俺から言わないともう周りから出ちゃって、すごい巻き込まれるから、もう俺から先言わないと、これ。お前らが出せよ、ほんまは。あ、お前らが出せよ、ほんまはというか。迷惑なんですけど、これ、ほんまに。ね。この人は僕がちょっとインタビューで、ご両親は健在ですか？あなたはいくつですか？みたいな。父は2017年に癌で亡くなり、母は健在です。26歳です。不動産仕事しておりましたが、7月の頭に売却ぐらいのお客様の家に一人で査定に伺ったら、男性の方で襲われかけて胸を揉まれるだけで済みましたが、それから仕事は休職し、結局先日退職してしまいました。当日に警察に行きましたが、引き継ぎがされておらず、約2ヶ月間何もされてませんでした。8月29日また返事します。そういうのは絶対しないでください。お忙しいのありがとうございます。まあそんなんがあって、で、僕がうわーってね、
長文送ったんですよね、不正ログインのやつが。懐かしいな、懐かしいなというか、でなんかこういろいろ話聞いてると、まあこれから前を向いて生活しがなあかんけど、仕事どうしようみたいな、仕事でできたトラウマで、でも仕事せな金はないしみたいな、結構お金のこと言ってあったんですよね、この方が。そう、お金、まあ困ってますとかは全く言ってないんだけど、なんか仕事も一回辞めたいけど、そうしたらみたいな言ってはって、僕がまあわーって自分の話をわーって、自分はこうこうこうでした後にね、しかしこれか、僕とは重なってる部分はここだけで、まあこう言って、僕は経験ないので慎重をさせていただき申し訳ないです。一つ出会いなんですが、ご実家で1ヶ月間ゆっくり休憩してはいかがでしょう。絶対知らないという約束を僕としてください。20万円振り込みます。ですので仕事を辞めたお意味は一旦忘れてください。僕でよければ話を聞いたり、相談相手になったり、一緒にあなたの存在意義を探したりします。何に腹を立てているか、何が悲しいのか、何が唯一楽しいのかをゆっくり整理する期間を作った方がいいと思いますが、いかがでしょうか。というわけで僕は知らない人に20万円振り込まされてます、この乗っ取りで。おい返せ金。2019年に俺インスタ乗っ取られて、見ず知らずの人で、この人鍵屋がやったから、その人の写真とも顔写真のなんもわからんよ状態で、アイコンがただの風景やの状態で、知らん人に20万振り込んでる俺、なんじゃこりゃ。乗っ取り以外の何者でもないやろ、女するタイプちゃうねんから俺、金ないねんぞ俺。はい、今千葉銀行の口座に20万円振り込みました。このお金を差し上げます。次に仕事始めてまたうまくいかなかった時に、そちら借金してる分がちらついてイライラしたり、生活の負担になると思うので、このお金は返さなくて大丈夫です。絶対に知らないでください。ありがとうございます。私はそちらさんに何ができるでしょうか。生きていてくれれば十分です。言うかー、言うかボケー。そんなちょっと今余裕なくて考えられないんですけど、必ずお礼させてください。で、ほら、振り込み粗品って書いてる20万。ありがとうございます、本当にと。まあ、この人今どうなってるかちょっとわかんないんですけど。でも、生きてると思いますよ。半年前ぐらいもう一回、お元気ですかって来てた。返事してないけど。知らんから。だって俺乗っ取られてるだけだから。いや、だからね、なんかその、全く身に覚えがないんで、困ります。すんごい変なことに巻き込まれてます。もう勘弁してください。こんばんは。いつも応援しています。3歳の娘が粗品粗品と粗品さんのこと大好きで、保育園でもお話したり、机にもステッカーいっぱい貼ってます。娘の名前はホニャララなんですが、もしメッセージいただけたらお願いします。めちゃくちゃ喜ぶはずです。見て、粗品。はい。僕なんか12秒のボイス送ってますね。これはバレるやろ、さすがに。乗っ取り犯の声やねんから。俺の声とちゃうねんから。これはバレるやろ、お前。ね。いじめられて死にたいです。大丈夫や。来週受験なので勉強してたらパニックになって勉強できなくて学校も行けなくなりました。私生きてる意味ありますかね。いじめてるやつらの1億倍生きてる意味あるよ。まずいじめ系も結構来て、これね、有名なやつ、2019年の6月なんですけど、こんばんは。私は高校1年生です。いじめられていてとても辛いです。でも、粗品さんのネタはとても面白くて声を出して笑います。いつも応援しています。粗品さんの大切にしてる言葉を教えてくださいね。僕が、返しました。運命は自分で決める。私は神など委ねない。全ての結果は私が紡ぎ出す。私の強固な意志が神にさえ開催できる絶対の未来を作り出すと、日暮らしのナックルの、高野の名言を、僕が一番好きな言葉を引用した。あなたの人生主人公はあなたですと。周りを全く気にしないのもよし、周りと取り持ってうまくやるのもよし、親孝行持って好きにやってくださいと送ってます。で、この人はまた7月にね、送ってますね。いじめがエスカレートしてどうすればいいのか分かりません。両親もしくは教師に言いましたが、はい。誰に言ってどんな動きをしてくれた。こっから数年間にわたり、この中山みどりという女の子と、まあいろいろ一緒に戦ってですね。で、彼女は今、無事卒業していじめに耐え抜いてね。で、専門学校で楽しくやってるっていう。粗品ロケでも行きましたけど、みどりの歌っていうね、僕が作ったボーカル曲はこの子の歌なんですけど。まあ、とかね。お、乗っ取られてたから。俺のインスタ乗っ取ったやつが、俺の名前で勝手にボカロ作ってた。初音ミクで。これ良くない。犯罪じゃん。いきなりフォローしたのにすいません。今、高3で正直もう死んでもいいなって思って、最後に粗品さんに DM しようと思いました。粗品さん死んでると思ったことありますか？あったならどう乗り越えましたか？そして俺はもう死んでいいですか？とにかく死ぬな。
辛くなったらまた連絡してもいいですか。誰にも言えないから、ソシアさんのその一言でめっちゃ救われます。中1の頃から美容師になりたいと思ってます。生きてたらソシアさんの髪切らせてください。いや、これはごめんやけど、俺結構言ったことある。その美容師してますみたいな、青山でサロンやってます、ぜひ一回来てくださいみたいな、ソシアさんの髪切りたいですみたいな、痛い美容師めっちゃおんねん。まあ、売名でもあり、なんかキモいやろそれ。無料でいいんで切りますよ。いやいや、金払ってでもええからちゃんとしたとこ行きたいわって思ってんねんけど、こういうのはほんまに僕厳しいですよ。俺毛量多いからむずいで、いつか髪切ってくれ。俺の髪切るまでは死ぬなよ。こんな俺でも日本一になりたいと思ってます。何でも任せてください。絶対行きます、行きます。乗っ取りー言うわけないやろ俺が。いや俺すんごい変なこと巻き込まれてんねんな。いやブレるやろ普段の俺の攻撃的なお笑いが、こんなん流出されたら。あ、自分で流出してんのか。ねえ。そし、リンパ性白血病になったからヒカキン連れてきて、バイ5歳の白血病を戦う息子。9秒のボイスメッセージ、これ聞いたらなんか、写真にゃーみたいな。ヒカキン連れてきてー、みたいな。言ってたわ。うん。ヒカキンさん無理やけど、僕でどうでしょうか。ね。怒るやろ、普通。失礼やなー、言うて。俺やったら。舐めとんかーって言うやろ。乗っ取り。ほんなん大変喜んでました。写真なうんみたいな。で、なんか大阪でまた NGK 見に行きますみたいな話になりましたね。良くなって病気もとか言ってたよ。高校で友達できるか不安です。中学の時の友達が一人もいないので、高校でまた一から友達作りです。怖いです、不安です。そしてなんか DM 返ってきた言うて、お笑い好きな人探してみ。え、返信来ると思ってませんでした。ほんまにありがとうございます。ほんまにありがとうございます。頑張ります。昨日入学式でした。友達たくさんできました。よかったなー、よかったなー、ちゃうでー。乗っ取り。迷惑やねん。なあ。今日パパの誕生日なんです。バースデームービーが欲しいです。おい、これどうやって送ったんやー。おい、俺の寝癖で家で撮ったであろう。これどうやって送ったんや、乗っ取りはん。全く身に覚えがないです。で、これ一番エグいやつあんねんけど、ね。DM 失礼いたします。昨日大切な後輩が急性骨髄性白血病で29歳亡くなりました。これ去年の3月ですよ。彼がソシアさん大好きでした。お笑いが大好きで仕事ながら M1 にも挑戦していました。芸人さんと仕事したいとサイバーエージェントにも就職していました。喋り方、仕草などソシアさんに似ていくところも多々ありました。本当に一番ではあると思いますが、すごく応援していたと思います。履歴には粗品さんだらけで最後に何かしてあげたいのですが、粗品さんから弔電とかしていただけないでしょうか。お金がかかってしまうことになると時間がないことでタイミングといろいろあると思います。やり方などわかりません。お願いできませんでしょうか。よろしくお願いします。式場の住所、家族葬、式場の名前、式場になるのですが、子、ほにゃらら、大児っていう人の名前。いや、さすがにこれ一線超えてるやろ。日時はいつですか。はい。ご返信本当にありがとうございます。今日がお通夜で明日告別式になります。で、まあ、どうやら、その、ファンに弔電送ってるっていう。乗っ取られてね、俺じゃないよ。で、その弔電の内容はほんまに X で流出してる!これ!ダメだ!こんなの出たらダメ!巻き込まれてる!勘弁してくれよ。見てくれ、これ。僕が送ったらしい。いや、インスタの乗っ取りは何が目的やねん、俺の名前で、俺のファンに、弔電送りやがって。その、まあ、ご遺族の方が、X にあげてました、これ。弔電にそぐわない言葉遣い、不謹慎な表現、非礼を先にお詫びします。僕は大さんとは面識がありません。お会いしたこともないです。お顔写真で拝見させていただきました。年齢が近いらしいです。大さんは僕のこと大好きだと聞きました。喋り方や仕草など僕に似ていたそうで、履歴には僕の名前だらけだったと聞いています。お笑い芸人として光栄です。たまに自分が分からなくなる時があります。何のためにこの仕事をしているのか見失う時がありますが、太一さんのような人のために頑張るだけだと気づきました。大切にしたい感覚です。太一さんという存在のおかげで景色がはっきりしました。ファンの方に勇気づけられたのは初めてです。そこは素直に感謝したいです。太一さん、ありがとうございます。僕の中で太一さんヒーローです。彼はいい男です。ご遺族の方々、絶対大丈夫です。太一さんのことで辛い気持ちになったり、無気力になったり、今後そういう時間がどうしても出てくるかと思いますが、僕を見て笑ってください。絶対大丈夫です。太一さんも許してくれます。長々とすいません。長い方が太一さんに届くかなと思いました。太一さん喜んでくれたかな?安らかにご永眠されますようお祈りいたします。霜降り明星粗品。バカだれー!そんなわけないやろ!もうちょっと、全く身に覚えがなくてすいません。
もう皆さんも不確定のまま執拗に煽る行為控えていただきたいです。すいません。いやーこれ流出してまうか、流出してまう、全部やばい。これもう芸人人生終わるで、これはっきり言うて。いやいや乗っ取られたというね。だから皆さんほんまに勘弁してくださいね。でまあ一応これラストいこうか。これねちょっと相手の方がちょっとメッセージ多分消しててあれなんですけど、僕の謝罪から始まってるんですよ。2023年7月、大変申し訳ございませんでした、どうすれば許していただけますかっていうのも、これね、粗品のロケで4兄弟4人バーンって画角並んだ時にスタッフがツッコミで、なんやねんこの4人、ブサイクコムドットやんって言ったんですよ。でそれを翔一くんがツッコんだよ。ブサイクええわ、コムドット嫌やなみたいな。で、あ、そんなこと言うなみたいな、俺ら止めててんけど、それをネットニュースになった時に俺の写真バーンって出て、粗品 YouTube でコムドットって言われるのは嫌みたいな、だから言うたら俺がそういう発言をしたみたいな、コムドットを批判したみたいなので勘違いしたコムレンジャーがね、俺に攻撃してきて、まあ死ねとかは言ってないかな、ああでもショックですね、謝ってくださいみたいな言われたから、大変申し訳ございませんでしたって謝ったんですよ僕ね。どうすれば許していただけますかって言って、ほな向こうがTikTok の切り抜きで見て悲しい気持ちになったので DM させてもらいました。影響力がある分コメント欄もそれに乗っかって誹謗中傷されてる方もいたので、もう言ってしまったらしょうがないのでこれから気をつければいいと思いますね。俺がこれから気をつけます、不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした、コムドットさんのいいところはどこでしょうか、それを布教していこうと思います。こんな向こうがね、若い世代の人たちが夢を持ってそれに向かって一生懸命頑張ってどんどん夢を叶えてる姿、それだけでも自分からしたらすごいと思いますって言われたんで、黙っとけボケ、舐めとんかえ、お前のこと誰が好きなん？これ僕ですね。あ、すいません。今までのやつ全部乗っ取りやったんですけど、うん、これだけ身に覚えあるわ。うん、これ俺。これいつもの俺。ただいま。というわけで、皆様、ね、うん。マジで、でも、ほんまにもう、勘弁してや、もう、乗っ取り範囲。こら、あらしゅー。